そうですね、昨シーズンは本当にプロリーグって旧プロリーグって本当にどうなるんだろうっていう、まあ、ワクワクと不安で入ったんですけど、あとまあいろんな経験をさせていただいて初代おもちゃになることができたので、本当にいいあのプロリーグっていうかいい試合だったなと思って、そうですね、本当にたくさん の経験をさせていただいたので、その経験を生かしてセカンドシーズンは持ち前のチーム力を武器に2連覇できるように頑張りたいと思います。そうですね、アンダーマンのユニフォームを実際も着てたんですけど、本当に着やすいですし、軽いので本当に動きやすいです。あ、動きやすい、はい、はい、動きやすいです。で、今回は去年は結構可愛い感じのユニフォームだったんですけど、今年は結構かっこいい感じで、なんかサッカー選手とかでそうかっこいい感じで仕上がったので、本当にこれ着て試合するのがすごく楽しみです。そうですね、大阪は中学校3年間大阪だったんですけど、まあ、それもあってすごく なんて言うんですかね、大阪がすごく好きなので、大阪の人だったり大阪弁とかも本当にいいなと思うので、はい、そういうところで試合ができるっていうのは嬉しいです。そうですね、なんか大阪 の観客の皆さんは結構なんだろう、あ、リアクションがすごく大きいっていうか、結構リアクションしてくれるイメージがあります。反応が大きい分やっぱり応援する力もすごいので、やっぱり選手としてはやっぱり力になります。なんかでも私お笑いが好きなので、はい、吉本とかも何回も行ったことありますし、お好み焼きも好きなので、まだ生で見たことないんですけど、スチコが大好きで、まだ行けてないので、はい、生で今度は見に行きたいなって思います。乳首ドリルが好きですちょっとそれはちょっと大丈夫かなそうですね、ちょっとそこ NG でも、はい、意外に乳首ドリルなんだと思って